Yeah.
この辺りに心得たな。だから。
狼よ、なすべきことを。それ分からん。竜医は美しい。おい、誰を呼んでお主。わしは熊野神左衛門と申す。うん、見かけぬ顔だが、伊豆明かせぬ。明かせぬと。明かせぬ。これはゴブ忍び衆ならば、この音を知る。いや、忘れてください。忍び殿、音
様。何を竜害の死物資の死のはい死のしかしでき竜害にそれが竜お願いでは調べはお願いではうっお前シラブスお願いではうっお前
もしや同じ時折なあ。どうした？ん、音をたどり、ほらこの先の穴底か。何も、ああ、あの調べはたど、あんど、さあ、で、ここ、お前さん、みんな、なんだと、足なのそ、みんな、あっちじゃ、足なのそ、おう、セキロか。これは、ああ、こやつらはどこからでも入っても、キリン、時にセキロ極めたか。まだた、セキロよ、極めたか。セキ、
悟空よ。し私を早速師匠司祭忍び司祭は余計なことは忍びしよ
御神、そこの御神、この千宝寺は皆取り置かれ、それこの千宝寺にただこの千ただ皆、おら。なぜ皆、皆は、くるくる回る。当たった一輪真っ白いお花が。なんだ、何を言っている。とにかく、真っ白い。真っ白、どこ。
ゃ。生ガキはあっちじゃ。かけ子生ガキ。生ガキ。しからば。おこ困りごお米。おこちの。仏をさあ、
我が息子のため、その刀置いて行け。できん。愚かなり。Wow.
猿が三匹、一つはカラカ。そなたも、そしてああそれさす。ああ、ここはかつて芝村。
どうかお許しください。あの子たちはただ私を守ろうとしてくれただけ。なれどそれはかなわぬようです。目を閉じてください。奥の院にてお会いいたしましょう。何故不死抜けぬか。ああ抜けぬ。それで抜こ。そうで覚悟が終わりならば改められよ。あなたは何故千不死。なるほど。竜医、妻巫女はそう巡り私死なずまとも他の不死をなるそれ巫女の私お手をなん北条。これははい。お米は噛めば巫女のようこさようなら。あなたの
狼殿。調べ物資殿。分かった。お願い。では。狼。不思議に。それが。はい。先方寺。オチの実。先方寺。その巣。それが。偽りの竜。待て。はい。多くの。竜院は不死立ち。御意。戦況に至る狼よ。源、はい、落ち谷、林、言葉のまともな好機を月見ろ、そこ、もしや、だが見なげば、そういったもそれ、捨てろの、そこ、その、うん、はい、鳥居を試しに。わかった。なあ、そなた。いいえ。そうか、かすかだが。おう、そ、はい、何やら、そしてお、ただあの香り、どうした、あの香、嗅いだこと、おそらくは、そういえば、エマ殿が昔、城の裏手に桜の木が、それが関係あるやん。戦況、狼よ。香炉に残っておったのは、じゃが、エマ殿ならば、城の、そう、そこにある一心さん、どういったも忍び、お主に立っ、はい、城の裏床桜の子タケル様が、こつまり戦、はい、春に限らずですが、枯れてしまった、何、枝を倒り、花をも、花をなくした床桜、床桜の木、狼の本、眉間のシワが薄な、九郎様の不死立ち。では。エマ殿に。おう。その桜は、ですが。そうか。です。何者かが。うん。失われた、持ち去られた枝にして、先に。御意。Use your roof.
何の備え懐かし。
しろ。五。お米を。you
旦那。ああ。だったら俺の情報を忍びな。じゃあなだ。狼殿、では戦況、狼よ、床咲く、はい、です、うんうん、失う、持ち先ぎゅ、そこに一心様が同一死の巫女の忍び、ようこそ巫女の忍び、お米がさあ、北条を、かたじけ、お米、またさようなあなた、
狼殿。では。巫女様。おお。はい。そこが、よく手に入れてくれ。ああ、そう。私の方、新たに必要な子が。それは。竜院の巫女の血。苦労ですが。ああ。竜院の巫女だが、源一郎殿の居室で何か血を流す。ひとまずこれ。さてはエマ殿に聞くのは、うん、クスシなら確かに。お主に、はい、巫女様の血、何故戦況に不死立ちを果たす。そのために。そう、確かに竜医ですが、あなたは不思議。はい、こちらを。タケル様が死。はい、不思議り竜医。わか、これで巫女さん。はい、狼。はい、どうじゃった。不思議りなら。そう、不思議りならば。はい、うん、不思議り触り。こう、うん、戦況、狼よ。好機を皆取り、措置。わかった。床座。は、で、うん。失、持ち、先。ぎょ。そう、そこにある、一心さん。同意、忍びの名がつくものだ。眉間のシワ、うん、戦況に狼よ。そう、そこに一心、どういった忍び。どうする。ステロな、調べはステロのど、ああ、ステロ、まこと、ステ、誰、これは謝礼です。そろそろ我が、
ようだな、また秋。じゃあ、狼、